久しぶり、パパ。なんで、なんでお前がここにいる？なんでって、そういう意味ね。親父狩り。早めの反抗期だよ、親父殿。なんだよ、もう反抗期かよ。ジークパパにとる、俺の名前をつけたのは誰だ、あんたか。めぐみとつけたのは俺だが。そうか。じゃあ死ね。俺にめぐみなんて名前つきやがって。めぐみは女の名前だろ。性別わかりにくいんだよ。男らしい名前にしてくれよ。めぐみじゃなくめぐるとかさ、バチラみたいにめぐるがよかったよ、と俺の中の怪物が言ってる。すでにめぐるっとるやんけ。絶対絶命ってやつはビビる局面じゃない。ワクワクするとこ潰すなら一番強いフジギフパパっしょ。ワク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 ワ国戦連続で打つのやめてくんね。もう才能に恵まれすぎ、めぐみだけに。おい、どういうことだよ。説明しろ、サマーオイル。ショコタンから聞いただろ。それ以上でもそれ以下でもないさ。だからってよ、いくら霊を取り込めるからって、霊とか相談所なんてしょぼい霊感情報やめろよ。それ僕じゃないね。霊源先生だね。声優同じだけど。それに引っ越すってなんだよ。漫画を描くために森王町へ引っ越すってなんだよ。それも僕じゃないね。ロハン先生だね。声優同じだけど。それから水柱に。もう声優ネタはええって。本題に戻ろう。私はね、サルドモを殺して、術師だけの世界を作りたいんだ。術師だけの世界を作る？無理に決まってんだろ。土砂物を処理した雑巾食えることしか取り柄がない。お前は無理に決まってんだろ。いくら呪霊集めてもいつか食らう純愛ビームの一撃に負けるお前は無理に決まってんだろ。サトル、弱い者いじめは良くないよ。まあとにかくね、生き方は決めた。あとは自分にできることを精一杯やるさ。殺したければ殺せ。それには意味がある。わかった。え、ヒューとやってヒュー。いや、この流れで普通殺す？人の心とかないんか。いや、だってお前が教えてくれたんだろ。術師は非術師を守るためにあるって。それなのに術師だけの世界を作るな。お尻はどうなってんだ。お尻どっかにワッカおる。最後に言い残すことはあるか。聞きにくね。最後ぐらい呪いの言葉を吐けよ。呪い。いや、そういうことじゃない。私を褒めたたえあがめよ、サルド。黙れ！素晴らしい。素晴らしいよ。私は今、猛烈にウキウキしている。サルドマが私を慈しみ、敬う。私の望む世界が今、目の前にある。その調子で私に従え、サルド。サマーオイル！何やってんだお前！シャトル、おめえが目障りだったんだよ。いつも子供扱いだ。どこにでも出てきてボス面しやがる！おめえもボスになったんだろ、このサルドマの群れでよ。シャトル！サンをつけろよ、前髪野郎！私はね、猿の惑星にしたいんだ。猿は転売もしないし、誹謗中傷もしない。バナナあげたらウキウキしてくれる。人間よりよっぽど素敵な生き物さ。猿と共にやらんこと。猿の惑星？そんな無理に決まってんだろ！傲慢だな。君にならすぐできるだろ。サトルイコールサトル、猿じゃないか。一匹喋れるやつおりやんけ。猿芝居すんな！サマーオイルが日本の総理大臣になった。令和から円和に変わり、円が円に変わる。100円ではなく100円になるそうだ、はあ、何度も言わせるな。サマーオイルが総理大臣になったんだ。聞こえてますよ。だから初ってんだ。それからな、今年の漢字は猿になるそうだ。なわけねえだろ。シャトル、俺も何が何だかわからんのだ。言った前のこと。お集まりのおバカな猿どもには理解できないと思われますが、尻の穴かぼじってよく聞いてください。自民党が目指す政策をイージーに説明します。まず呪霊というのは術師からは生まれてこない。つまり大雑把に言ってしまうと、非術師の猿どもを皆殺しにすればいい。自民党はそんな政策を目指します。理解できましたか、猿ども。非術師の僕たちをバカにしてるのか。殺されるために当選させるバカいないだろ。そうだそうだ。僕たちを猿扱いするな。そうだそうだ。わかりました。理解できなかったおバカな猿どものために他で例えてあげましょう。例えば花粉症で悩む人を救うには何をすれば一番いい時か。花粉症にならない木だけにすればいいんです。この世から花粉症になる木をすべて伐採すれば花粉症という呪いは生まれてこない。まあそんなところです。まあつまりですね、事実が使えないカスの猿どもは花粉症、地球から消えてもらいたいんです。でもいきなり死ねと言われても死にたくないですよね。そこで提案です。自民党の私が当選せず総理大臣になれなかったら猿どもを皆殺しにします。百鬼夜行を行います。でももし当選し総理大臣になることができたら、サルドマンを殺さず、サルドマンから税金をたんまりもらって大日本円国にします。さあどうする。私に殺されるか、税金で私を癒すか。私に従え、サル。税金だー。税金で癒します。総理大臣はサマーオイルしか勝たん。私は今猛烈に感動している。サルドマンが税金を犠牲にしてまで私を慈しみ敬う。私の望む世界が今目の前にある。
君の父さんはさ、善池っていういいとこの術師の家系なんだけど、僕が低レベルの6でなしで、お家出てって君を作ったってわけ。つまり、めぐみくんはさ、君のお父さんが善池に対して取っておいた最高のカードだったんだよ。ムカつくでしょ？で、その父さんなんだけど、僕がこ、どうしたんやろ？人の心とかないんか。まあ別にあいつがどこで何してようが構わへん。あんな出来の悪い親父なんか、生きる価値ないからな。首くくって死んだらええねん。君、本当に小一？まあいいや、お父さんのこと知りたくなったらいつでも聞いて。そこそこ面白いと思うよ。そんじゃあ本題、君はどうしたい？全域行きたい？そこ行って僕と積み木は幸せになれるんか？ない、 100% ない。それは断言できる。 100% ないならしゃあないな。ほなええわ、僕が全員家全員殺したるわ。え？要するに僕が全員家の投資になればんやろ。僕を立てられへん全員家は死んでもらおう思て、その前に一筆書いてくれると助かるねんけどな。ある、もう 100% ある。断言できる。全員家の素質 100% ある。誹謗中傷が止まらねえ。カチ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 。ピーチより闇深い。君本当に小一？まあいいや、君の父さんはさ、全員っていういいとこの術師の家系なんだけど、僕が低レベルの6でなしで。いや、お父さんの話はしなくて大丈夫ですよ。きっとお父さんよりも僕の方が6でなしなんで、もう6どころか100でなしなんで。どうに？僕には呪霊が見えて呪術が使えることを理解してからは、嫌いな先生とか気持ち悪いクラスメイトを死なない程度に玉剣でいじめた。俺なんか呪術が使えないパンピーには 100% 呪力で作られている玉剣を見えないわけで、僕の悪行はバレない。完全犯罪ドリーマーが僕のなさ。パパより6でなしが過ぎるって。コーヒー気するクーズ先生とか、偉そうに上から目線のクラスメートとか、マジで学校の特級物。僕はそんな特級物を度が過ぎるほどいじめたい。もう度が過ぎすぎて一周回って段に到達するほどにな。それを否定されたらあとは呪い合うしかない。これは戦争なんだよ。間違いを正す戦いじゃあねえ。正しさの押し付け合いさ、ペラペラの正義のな。君は伏黒めぐみちゃう、腹黒めぐみや。いやー、関心なくなってうんこできねえと焦ったけど、なんとかフリーザのように目からになれてよかった。関心なくなって真っ先にうんこの心配するの世界でお前だけや。それと設計を少しミスってね、僕の右乳首から出るんだうんこ。不自由がプルスうんこらしとるやんけ。サマウルさん、確かにこの体だと不自由なことはたくさんある。だけど不自由であることと不幸であることはイコールじゃあない。哀れに思われる言われはないよ。さすがのアルフォンスも哀れ言うって、乳首からうんことか不自由と不幸のカーニバルよ。朝起きて乳首からクソ漏れてたら首くくるわ。乳首からうんこ出る生活に僕は腹くくってます。それと僕の乳首は五条さんの挙式パープルの100倍強い希少式パープルヘイズを打てます。これの何が強いって、この希少式パープルヘイズは特急クラスの殺人ウイルスで、空気中に散布されると空気感染し、少しでも接触してしまったら溶けて死にます。乳首にギフテッドしすぎもん。誰なん？お前をサイボーグにしたやつ誰なん？誰とかじゃなく僕っすよ。下半身やられた時に反転術式でサイボーグにしました。まあ、やり方はそうっすね。もうヒューってやってひょい。ひゅーひょい。はぁ、わかんない。センスでー。サマーオイルさん、もうメカハラ一人でよくないですか。たしまいざこうとがりあう女子ごましいがねをくしろよくろうとるねんちゃ。マイクはジャースキー。今はただ歯磨きに感謝を。リコちゃん、ジョジョの初見音で咀嚼しないで。電源様と同化するっつったって、セルみたいに吸収する尻尾生えてねえし、どうやってやんだ。そこで天才、わらわはひらめいた。天元様食って一つになりゃいいんだ。もぐ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 。天元様ってこんな味か。電磁式で同化すんなよ。頭同化してるぜ。土砂物を処理した雑巾食ってるやつに言われたくねえぜ。お前は俺が今まで会ってきたやつの中で、一番デビルハンターに向いてる。100点だ。声優ネタはええって、騎士民になんな。呪霊の味をうまいと感じ、血肉に変える度量こそが肝心だ。サマーオイルよ、貴様も喰らえ、天元様を喰らえ、強くなりたくば喰らえ。ゲロボールだけで勘弁してくれって、天元様はさすがに食いたくない。食いたくないって言われても、今朝ちゃんと振る舞ったさ。は？私一人だけが食うなんてあんまりじゃないか。だからみんなにもちゃんと振る舞ったさ。特級クラスにどしがたい飯をこすなよ。たしまいざこうとがりあう女子ごましいがねをくしろよくろうとるねんちゃ。マイクはジャースキー。今はただ歯磨きに感謝を。